すか。なしと。じゃあ4番さんも準備完了していただけますか。9番さんも。あ、6番さんも。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は占い師です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。占った対象は人狼ではありません。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。ん？あ、俺から。あ、よろしくお願いします。占い師でした。2番さんが後ろ出ています。把握の方お願いいたします。そうだな。で、自分からの進行論を提示したいんだけど、頼むから、スムラの方々がもう意気消沈したかなんかで、地釣りを飲むとか、柱をするとかはやめていただきたくて、まあ、対抗出たなの話なんだけど、その人が、その人が、てか、占い師のその対抗の人が、そのスムラをすかすような人に黒を打ったとしても、自分目線その黒かっこいいか、まあ、ほぼほぼないと思ってるけど、その、自分目線は多分村でやられてんだろうなと思うけれど、村がそれがわからないから、そういう証明ができないからこそ、やっぱそういうのはやめていただきたいっていうのと、役職の方々っていうのは、村にある行動を常に認識していただきたいと思っております。占い地に入りたいから、強人名みたいな動きをするとかもやめていただきたい。西郎です。4番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。占い師です。3番さん白出てます。3番さん乱白です。3番さん強人なので発行お願いします。この後の占い師がもし対抗で出るようだったら、その占い師は狼なんで、そこから釣りたいと思ってます。はい、3番さん強人なんで、まあ、とりあえず放置でいいです。はい、そうだね、霊能に関しては、しっかり精査したいと思ってます。1周目から出てきてほしいなと思うかな。騎士に関しては騎士視点の、盤面ができてから、それは騎士に任せますんで、よろしくお願いします。あとは、まあ、自視点で、みんなの発言は5番から2番までの発言で、ね、1周しか聞けないけど、グレーの考察をね、精査、しっかりと聞いていきたいなと思ってんで、うん、よろしくお願いしますって感じかな。三四郎なんで、3番さん教授なんで、お願いします。以上。5番のプレイヤーが発言します。うん。この状況で出る3人目が死んでしょうね。うん。クロールに情報釣りでくっつられるのに出る人、うん、死に決まってるでしょうね、ぶっちぎって。3番は対抗出る前提の話してる、4番は適当に白を打ってんのが。2番が黒だから、3番の教授が透けたから打ったのかわかんないけど、うん。3人目出た人が死んですよ。でも村が弱かったらその人つって白結果出るんですよ。そんなお笑い人狼殺するんですよ。しょうもないグレー精査をしてる方が人外なんですよ。だって偽物だからするんですよ。まあそういうことですよ。本当の真ってのはね、占えばいいんですよ。うん。あなたたちに分かってもらおうと思わなければ別にグレー精査はいらないんですよ。真だからね。まあ隣の人が白いってことは、まああるんですよ。うん。まあ、4番と3番は分からないですけどもね。まあ、3人目出た真を信じない村は負けるでしょう。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい。うん。まあ、4の共鳴が低いかなってぐらいかな。3、4の真偽だったら。4が強で3白だったら、だいぶ利的になるんじゃないかなと思うけど。3がローでも真でも。思ったぐらい。ただ5の3人目に出たら真っていう論はまあ分からなくはないけど、安直すぎるかなと思うけどな。3真4ローで
3人目で出る強人も薄いかもしれないけど、新芽は取りに来たろうっていう可能性もなきにしもあらずだから、まあそこの精査しっかりしていきたいかなと思ってるけどね。半直に3人目が新とは断定せずにね。3に関しては、なんか言ってることがあんまよく分かんなかったなって印象ですね。なんかその共鳴を。7番のプレイヤーが発言します。7番です。お願いします。ナビドジアでした。なんだろうな、3番さんに関しては別にいいんじゃないですか。その進行もあって思いましたけどね、個人的には。個人的にはね、ただ2周目かなと思ってますけど。まあ、人外でも村でも言えるかなって思ってて、まあ4番に関しては、まあ、4番に関しては別にそんなって思ってないですけどね、5番さんに関してはそう言わなくてもいいんじゃないかなって思ってますね。だから5番さんはただ印象が悪いかなって思ってます。6番が5に対する指摘は普通に良かったかなって思ってますけどね。ぐらいかな。それぐらいかなって思ってますね。どうだろうな。まあ、この立ち位置で思考回路するのは、ちょっとあれかもだけど、村でたまに強靭ムーブしてる人とかいるんですけど、それ全然意味ないんでやめてほしいかなって思ってます。やった人釣るかなって思ってるぐらいなんでやめてください。8番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人 G 特に仕様はございません。そうですね。5番さんがやっぱり気にはなったかな。3人目出たらシーンっていう発言が結構印象を残して言ってたので、何か真意があるのかなと思ったぐらい。6番さんの4の今日は薄いんじゃないかっていう精査は真っ当かなと思ったので、6が一番印象いいかなと思っています。7は、まあ、どっちでも言えるかなと思っていて、5はその話先に言わなくてもよかったんじゃないっていう目線はなんとなく僕と似通っているので、あれなんですが、かな。っていうとこです。3、4、今、僕の目線で言うと、4番さんの方が1ポイントリード。なんでかっていうと、役職の部分についてちゃんと、占い師目線で発言できてるっていうところは、1ポイントリードかなと思ってるぐらいかな。はい。912の発言聞いて、盤面固まったらまた改めてって感じです。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、3番さんが占い師続けるんだったら、4番さんから釣りたいかなって思ってますね、初日。まあ、2C4 になるか 3C4 になるか、まあ、どっちの場合でも、かな。僕はね、4番さんの三四郎にランダム感はあまり感じてません。5678だと6番さんが、いや、村目かなって、少し村目かなと思ってますね。精査が非常に良かったと思ってます。5番さん2周目次第。まあ、78に順位つけるんだったら、やや7番さんの方が印象悪いかなって感じですかね。5、6の精査がちょっと僕は合わなかったです。くらいですかね。まあ3番さんが占い師で続けるなら4番さんから色は見てみたいかなと思ってますね。色見たいって僕が霊能って言ってるわけじゃないよ。以上。1番のプレイヤーが発言します。4番さんから色見たいって言っても3勝じゃないよね。3勝じゃないと思って話しますけど。そうね。5番さんについては、なんかそういう、なんか変わったことを言いたいお年頃感があるような気がしますね。なんで、まあ、初日は、まあ、そもそも位置的にもそうなんだけど、全然色は見えなかったから、2周目頼ますわって感じ。まあ、8番さんは、まあ、全体過不足なく見たかなっていう感じかな。いやいや、白い。9番さんも同じなんだけど、8番さんの方がなんか俺は的にはなんか、素直に村の人が考えてるな、感が感じられたかな。まあ7番さんもええんちゃうのって思ったけどな。なんか7番さんヘイト溜まってるね。なんだろうね。2番のプレイヤーが発言します。霊能ですね。はい、霊能です。なんかな、3、4でな、なんかな、偽っぽいなって思う方ったら、3、4やってよかなって思っとったけど、
まあ、いっかな。5番さんに関しては、2周目のグレー考察が大事だと思ってるかな。6番さんに関して感じたのは、4が教授なら理的って言ってたけど、例えば、まあ、4が、3自身を、4強が3進を白出してるんやったら理的やけど、4強が3ローに白出してるんやったら理的じゃないと思った。だから、どっちにしても理的っていうのは違和感ではあったけど、多分みんなから村人っぽいって言われてるから、6番に多分村人なんでしょうね。多分それが民意やと思ってますよ。って感じかな。ぐらい。ぐらいですね。9番、狂人かな?3番のプレイヤーが発言します。あ、5番が出るのね。とか言っといて。6しろ。霊能が4。4-2か。なんか9がね、その2が言った通り、9がなんかすごい、なんか準備してる感があったよね。9が霊能っぽくが動いてるなぁと思っていたけれど。9霊能じゃないんか。そしたら結構人外で見ちゃうな、俺。5が6しろか、俺。自分が役の話はしないっていうか、その、役に対して変なトリッキーな狂人っぽい動きをするなっていうことに対して6がいまいちわからないっていうふうに噛みついてきたってことは6って結構村っぽいなって思っちゃったんだけど俺って。だからそこをわからんって言ったの7だっけなっていうのは結構怪しいかなと思っているけれど、でその9に聞きたいのはその3と4だったら現状行くんだったら4で行きますって言ったその理由って何だったんだろう。あんまり大差なかったと思うんだけど。で、それは聞きたいかな。4が、2、4対5、5。現状怪しいのは7、9のどっちかかなと思ってるかな。まあ、5番さんのこと聞いて対抗どっちかとかライン精査していきたいかなと思ってます。今日は2、4発言聞いて決める。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、C というのは悔しいのは5番さんにチャットスピード負けたところかな。俺が3シロ出してる構図で、人外の占い師っていうのはなかなか出て、出てきづらいような状況を作りたかったから、かつ3が死んだったらそのまま、決め打つから、占い師で使用して3にしろ打ったって感じから。だから5番さんの指摘はすげえいいなと思ってみんな5を叩いてたけど。うん。で、ワンチャン9の印象はすげえ悪かったなって。霊能透かしだから、俺が真の霊能だからね。9に関しては発言で霊能透かしてたけど、まあ9じゃなくて2が、太鼓で出てきたから、まあ9は別にいいやって感じかな。うん、2番ほぼほぼ強人だと思ってるかな。3老、2強。ラスル1、1かなと思ってるかな。1っていうのは3、4の占い師、フラットに戻した人物だからね。9っていうのは4の釣りをしている、状況下で、1っていうのは3、4、ここの占いをフラットに戻してきた人物だから、現状1かなと思ってるけど、どうなんだろうね。新郎新郎だった場合っていうのは、狂人1は6かなと思ってるかな。俺が狂人で3に白出すっていう、そこの発言1周目で使うかなって思ったんだけどな。うん、なんかすごい、占い師に狂人出てるっていうイメージを村に与えたいのかなっていう印象があったかな。6に関しては。で、9視点、6が印象良いって言って、7、8に対して5と6の精査が合わないって言ったけど、7、8っていうのも6印象いいって言ってる人だからね。以上。5番のプレイヤーが発言します。じゃあ、1占いますか。9はいいっすよ。多分、俺が死んで出てくる可能性を読んだんじゃないですか。発言ってのはね、聞けばわかるんですよ。ちゃんと要素拾うんですよ。隣の人が白い、6が白なんですよ。あの場面で出た真の占い師が、絶対に真なんて 100% 言い切れてるってことは自分が真なんです。でも村弱い村だったら俺連れられるだろうなと思ってるんです。はい。発言精査すればもう5番が真なんです。5番が真以外ありえないんです。もう一つ言いますか。グレセサ入れません。私は死んだんです。言いましたよね。あなたたちに別に死んだと分かってもらうつもりもないので。これが分からないんだったら負ければいいと思ってる。
厳しいからすれば。4番の願い込めて1占いますよ。9は占う気はありません。1か7か8しかないので。9はもういいです、もう。村で起きます。1占いますよ。うん。予告しますよ。うん。1位の色見ましょう。噛まれたら噛まれたでいいですよ。占い師っていうのは占えるんですよ。うん。3番で占う能力ないです。はい。うん。だから3番でいいですよ。3番の色見てください。2番、4番。うん。まあ、そこです。発言を拾えばわかるし、強靭要素、ないんですよ。うん。うん。老要素、うん。6番さん、安心してください。私ね、グレジャーしないんですよ。3人目で出ても。うん。ムラリ一切出さないんで。うん。老要素ないんですよ。うん。強靭?3人目出たら3番か4番のあれを釣り殺しますよ。うん。だから陣内行動ゼロなんですよ、僕。6番のプレイヤーが発言します。4に関しては話聞いてないかなと思ってるけど、俺の一周目の発言って4の強目が低いって言ってるから、別に4の強を置いてるわけじゃないから、そこは把握漏れしてるかなと思ってるけどね。2に関しては、まあ、理的っていう言葉から、それは違うんじゃないかって言ってたけど、まあ、その通りであるか、4が強だとして、2人目のポジションで3に、強で3に白を出すんだったら、なかなかリスク高いと思うんだけどね。3が真かろうかって分からない状況で3、4になる可能性もあるから。っていうことで、4の興味は低いかなと思ってるけど。だとしたら4がスラする理由ってあったんかなと思ってるけどな。占い師で居座れば。まあでも、ローで三四郎とかだったら、全然5が出てきても戦えると思ってたから、4-2で比較した場合どうなんだろうと思うけど、俺別に9は怪しいとは思わなかったんだけどな。3が9に突っかかってたけど、9ってまあ要素は薄かったけど、4が三四郎ってベラって言ったからランダム要素が少ないって言ってたから、そこの要素としては薄いけど、4を釣りたい理由は言ってたと思うから、グレーに関して7番のプレイヤーが発言します。どうだろうな。霊能に関しては4が真だと思ってますけどね。自分4が霊能ですらすると思ってたから4が真かなって思ってる。だから今日は2から釣るかなって思ってますけど、2は今日かなって思ってるんで、でなんだろうな、何番やそれ。3番か。3と5番さん。5番さん、なんか今考えたら3人目で出た方が真ですよっていう、その発言は、占いだったからそれが出たっていうのは納得しますけど、グレー星座も落とさないっていうのが、なんかなって思いますけどね。自分目線はしてほしいかなって思いますけど。で、その3人目で出た方が真ですよっていうのであれば、別に普通に出ちゃってもよかったんじゃないかなと思いましたけどね。村がそういう思考になるから。まあ、9に関しては自分はおかしいと思いましたけど、4の3、ランダム3しろ、なんだっけ、4の3しろランダム感がなかったっていうので、4より3の方が真っぽいって言ってたと思うから、6番さんがそれを分かるっていうのがちょっとよく分からなかったですね。ランダム感がなかったっていうのが意味不明かなって思ってるぐらい、9番さんに関しては。1番さんに関しては、なんだろうな、自分ヘイト溜まってました？よくわからへんけど、1番さんに関しては、どうだろうな、なんか。1番さんこそヘイトを買いたくない感じはしたかなと思ってます。8番さんに関してはわからないかなって思ってますけどね。ぐらいかな。まあ、2から次ます。8番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。今日は、そうですね、2番さんでいいのかなと思っている。理由は、4番さんが、狼だったとしたら居座ると思うし、狂人だったらすらするのかって思ったかな。狂人だったら4番さん目線って、そのまま居座った場合、三四郎で、5番釣り押すっていう構図になると思うんです。まあ、かなと思う
から今日は2番3でいいんじゃないかなと思ってます。で、7番さんの、7番さんとは、昨日もそうなんだけど、一部目線合うんだけど、ちょっと今日も半分目線合わなくて、7番さんって2は強靭かなって言ってたけど、一応3から白もらってる2番なんですね。だから、もし狼の場合は、もう3、2、ローローとか、そういう目線になるはずなんだよ、多分。まあ、もしくは3強、2ローとかね。そういうことだと思うから、ちょっとそこら辺が、ん?って疑問を思うことがあったかなと思っています。はい。占いは、うん、5番さんの昨日の発言から、まあ出るんだろうなと思ってはいて、3号の真偽は若干分かってないが、3の方が偽かなって若干思ってます。理由は、7級って言ったんだけど、5番さん、57とか59で見えた理由ってのがよくわかんねえなって思っていて、単体の黒要素みたいなのも拾ったのかなっていうのが若干わかんなかった。ラストウルフは17にいると。9番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、スムラですね。1番さんもフルオープンしてくださいね。指定されてますから、1番さん占い先。はい、騎士でした、無駄占いでしたなんてことは、しょうもないことしなくていいと思ってるから。騎士6、7、8の3枚も明かしてなければ十分ですから。ああ、OK ですね。で、いいんじゃないですか。霊能釣り切りで2番、2番から行きたいかなと思ってますね。ぐらいかな。なんか7番さんに変なツッコミされてた。変なっていうか、7番が分かんなかったから、4番がランダムじゃないことを7番が分かんなかったから、だから急の精査がおかしいって。別にそんなの。分かる人と分かんない人がいるってだけじゃないですか。実際ランダムじゃないんだから、4番さん説明したでしょ、意図を持ってやってるって。ランダム三四郎だったら、その後に続く発言がもうちょっと違うと思うんだよね、僕は。説明してもだるいからしないですけど、4番さんの占いはランダムじゃないと思ったってだけです。ぐらいですかね。本線2つって、次。まあ、時間を稼ぐようであるけど4つってって感じで。6、7、8にいる騎士は、3、5どっちでもいいから、占いを護衛する。護衛を寄せるってことをご一行しといてください。で、十分だと思ってる。以上。1番のプレイヤーが発言します。まあ、あまり9番さんは意味ないと思いますけどね。俺、騎士だったらちゃんと騎士ぐらい出ますよ。あと、9番さんが誰かが、なんか、霊能で出るようなムーブをしたって言ったけど、全然そうは聞こえなかったですけどね。むしろ霊能じゃねえことすかしたな、この人、みたいな感じだったけど。別にだから9番さんは、怪しさで言えば怪しくねえかなって思ったかな。7、8のどっちかかなって思いますけどね。5番さん黒探すのが得意な人っていう意味で言ってるのかどうかっていうのも、占いを占いする人なんですよみたいな当たり前のこと言ったけど、まあ、黒を見つけるのがうまいっていう意味で言ってるんだったら7、8を探した方がわしいいんじゃないかなって思いますけど、7番さんにヘイトが集まってませんでしたかって言ったことに対して、むしろ1番さんがヘイトを貯めたくないみたいな風に言われましたけど、別に俺は7番さんヘイト集まってませんでしたかっていうようなことを言ったんで、別に7番さんはヘイトを集めたくない人物なんて言ってないから、それには当たらないと思うんで、7番さんちょっとおかしいかなとは思いましたけどね。ただまあ、そういうすげえ細かいところなんで、7番さんかどうかっていうのも分からず、8番さんかどうかっていうのも分からず、自分の白は分かるし、9番さんもなさそうだなって思うんで、まあラスローは7、8のどっちかじゃないかなって思うんで、5番さんに対しては7、8で占ってもらいたいと思ってますけど、ちなみに俺は2番さんの芯は切っておりませんね。2番さんの発言聞いて、2番さんが正しいと思えば4番さんに行きます、ね。2番のプレイヤーが発言します。まだ1番さんがまともだなとは思ったけどな。4番って霊能し、占い使用してた時に霊能1周目から出てきてって言ってた人で、その人がすらしたけど、もう盤面的に俺から釣るんやろ。もうしょうもないなって思ってますね。かな。で、7番と8番、もうここにラスールおると思っとるんやけど、7番に関しては、なんか占われたくないんかな。3番は、1周目に3番は個人的には悪くないって言っといて、5番が出てきたら、なんか、
なんわかるみたいな。でも5番ってグレー精査してない、しないって言ってる人だから、まあ、なんなんやろうと思いましたけどね。出てきたのはわかるにしても、グレー精査しないっていうのは、どう思ってんのかなって。8番も言えるけどね、それは。だから7、8どっちかに狼おると思ってますね。8番って3番に対して突っ込んでたやけど、それよりも5番の方が気になるの方が普通やと思っとるけどな。現状初週にいた9番は、4番の白先にランダム感を感じていないから4が偽だと思っているっていう、もう不当オブ不当な殴りをしてるんで、だから9番強靭かなと思ったけど、こうなってくると、5番がグレー精査しないのって強靭だからかなって思ってますね。だから、5強を4級ローローとか結構あんのかなって思うけど、どうなんやろ。ちょっとグダグダやな、言ったこと。全プレイヤーの発言が終了しましました。これから投票に移り、その疑いにはどんな根拠があるのか。その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。まあ、釣り切ってもらうと思ってるんでいいんですけど、何？今言ってたのは、9が、まあ、9から引っ張っとるでちょっと微妙いけど、9が狼やった場合ってもうそのパターンしかないと思ってるかな。逆に。5強の4強ロールのパターンしかないから、とは思っとるかな。いやいや、でも4強なんかな。いや、強靭なら絶対降りんから。やっぱ5番の方が強めっていうのはあると思うかな。3が偽やった場合は、もう結構、37ローローか388ローローって感じじゃない？だから1と6は弾いていい位置だと思ってますね。かな。感じかな。そんな感じかな。まあ、しょうもないな。普通に。雑魚すぎ、お前ら。夜が更けました。人狼に気をつけて、占い師の方は、夜のアクションを行ってください。ノーノーノー。占った対象は人狼ではありません。やっちゃやらかしたね。夜が明けました。1位かよ、これ。昨夜は1名の方が亡くなりました。1か、これ。ベタに1位。6番のプレイヤーが発言します。7は白だからいいんだけどさ。はい。2黒。ってことは 4.3 の偽が透けてるってことですか。自分、騎士っすね。いやー、ごまもり。丸かったか。ちょっと声先ミスったっす。申し訳ないっすね。3番のシーンマジで追ってんの、この人。やばいだろ、俺もうここまで丁寧に言ったんだ、まあ、んこんなアシストしてんのに、グレー接続しないっていう勝負ない言ってんだけで、もう超絶すっげえパス送ったのに、まあ、7白だからいいんだけど、どっちみち。どこだなってんだって言われそうだったけどな、7白になったんだけどね。俺ね、グレーで怪しいと思ってんのは8かなと思って。まあ8か1かなって思ってるけど、この占い値が1に飛ぶから5か噛まれた、もしくは8の昨日のグレースケールって4が強だった、俺7に突っかかる姿勢があんま分かんなかったんだよね。7はね、俺に要素としてるから7白だと思ったけど、適当に占ったら7でも8でもどっちでもいいかなと思って。なんて言ってたんだっけ。なんか2の話が本当ならば、4番って1周目から出るって言ったはずなのに、いや4番って怪しいじゃねえかなと思って4番に出て、1段回避して7か8で適当に占った。7はね、俺に触れてんだよ。だからね、まあ、白でもどっちでもいいわと思って占ったわ。1と見せかけて。8か1なのか。21なのか、83なのかって感じなのかな。わかんないけど、48とか。わかんないんだけど。プレイヤーが発言します。どうだよな。でも5番さんが殺されたから、地紙ないと思ってるから、
3から行ってもいいんじゃないかな。別に4から、その後4から行ってもいいけど、いや、別に3番さんの占い結果っていらないかなって思って、別に見たところでいらないかなって思ってるから。いや、でも、あ、そうか。うん、でもこれ、あ、わからないな。でも、普通に考えたら5番さんって一応占おうとしてたから、1っていうのもあるなって思ったし、なんか8番さんで気になったのは、5の方が真って言ってるから6白になるのはわかるんですけど、だから6は村で弾いたとして、ラストウルフが1、7っていうのがわからなくて、9番さんはなんで外すのかがわからなかったかな。まあ1番さんに関しては、だからめっちゃ細かいけど、なんか1番さんが7がなんかへーっと溜まってるけど、みたいなことを言ったことに対して自分が、自分って溜まってましたっけって言って、1番さんって1周目の普通の発言が、ヘイトばらまきたくない発言をしてたからっていうことを言いたかったんですけど、なんかちょっとよくわからないなって自分は、ちょっとよくわからないかなと思います。2番さんに関して、でもどうだろうな。4はローではそれやると思うけど、強ではやらないと思うけどな。ローだったら別だけどね。強はないと思ってるけどな。2番さんに関しては占われたくないのって言ってましたけど、別に占われてもいいですけどって感じ。へぇ、3か4か行きます。8番のプレイヤーが発言します。はい、2日目よろしくお願いします。今日は安定で4行きたいなと思っています。で、やっぱり3番さんの方が偽かなと思っていて、5が噛まれてる現状も踏まえてね。で、昨日、なんだっけ、7、1ってあげたのは、なんだっけな、3番さんって、7、9、どっちかにいるっていうような言い方をしたんですね。ただ僕、5、9に見えなくて、9は4から色見たいみたいな発言も知ってたりはしつつも、5、9でそれを考えてやってるように見えなかったんですよ。5番さんが出るっていう、昨日の時点ですよ。で、かつ、7番さんって、結局5番さんに対してヘイトを貯めていた人物だから59とか57で見えなかったんですね。なんで3番さん起点で考えた時に7の昨日の2番さんが強靭かなみたいな言い方っていうのがまず僕のスケールと違ったのと、1番さんって初週で8はしは白目っていう風に、なんかすり寄りにちょっと聞こえていたから、3番さんって、3番さんをローで起点で置いたときに、17ってあり得るかなっていうところまでちゃんと発言残せなかったのは僕が悪かったけど、そういう考え方で17って言っちゃったかな。6番さんへのアンサーになってればいいかなと思ってます。3球とか、2球とか見えなくない？ 4 番さんは一旦釣りますよ、今日。はい。9番。のプレイヤーが発言します。はい、4番釣ります。明日3番釣ります。僕目線、村の勝率 33% って感じで。まあ、6番さん目線あたりは 25% とこっすか。6番さんが騎士だったことも、6番が5を護衛しないことも、慣れてます。まあ、現状4、3、7の順番で釣ります。もう5声一択だと思うんだけど、もう相当泣いてますね。まあ多分負けるんだろうなと思ってますけど、4、3、7の順番でいきます。1番のプレイヤーが発言します。まあまず自分のことから言うと、まあこう言っても信用してもらえないと思うんだけど、まず9番さんに騎士じゃないのかっつって、すっつって、5番さん俺すだけど、そんな占い師捨てないで、俺占っても白しか出ないでっつって、5番さん噛むっていうのが、ないと思っていただきたいところですね。で、2、4について、俺4に入れたんだけど、まあ正直2、4どっちかわかんなかったけど、まあ、2番さんのシーンもあるのかなって思ったのは、4番さんが最初からロゴであれ、強であれ、最初からね、3に、白打って、スライドしたろうと思えば、別に何だってできますよ。できないとないね。できる、できる。で、なんか2番さんって、なんか、ちょっとなんか、村感情的なもん拾えるんだよね。なんか怒り感情っていうか。
自分がシーン取れなかった時のこれ感情みたいな。そういう意味では、ちょっとなんか2番さんの方信じてみようかなと思って4番さん入れたって感じですね。4番さんのスイングがそこまであるんだったら、なんでみんなひっくり返すんだって思いますけどね。うん、残していけやって思いますけど、でも全員それやるから、めっちゃわかんねえんだよな、結局。うん、ひっくり返しが1人とかだったら、そいつが怪しいと思うけど、みんなそれやるからさ、定見ってものはないね、みんな。もちろん俺は4位行くけど。3番のプレイヤーが発言します。ちょっとね、昨日、俺の投票に対して違和感を覚える人が一人もいないっていうのに、僕はね、勝率はもう限りなく 1% ぐらいに低いと、近いと思いますよ。僕2投票ですからね。これなんで誰も突っ込まないんですか？僕2の芯切るってことですよ。片白だから。2を強靭で見て、4を芯残して切るってことだからね。うん、だからそこら辺に突っ込まないあたりでまだまだですよ。その9番さんとか1番さんとか経験とかどうたらこうたらじゃなくて。で、9番さんのやってることは果てしなく無駄りがないわけで、5番さんの相方が、まあ仮に6番だとしますよ。で、9がスムラです。1がスムラです。そしたら7、8の2分1ですからね。2分1って結構大きいと思いますよ。50% ですもん。だから、なんていうのかな、その、なんか自己満プレイが多すぎる気がするよ。5とか9とかみたいな感じで。別に、6が悪いとかわけではなくて、むしろ5を噛んでくれてありがとうなんだけど、まあ、6はそれで萎えないで頑張ってほしいと思います。グレーか。だって7番さん、9番さんは、4、3、7だって、ロックしちゃってるよ。これじゃ勝てないね。0% だね、勝率。自分かなり気怪しいと思いますけどね。一応透かして。で、もう明言して。9が下流でもない限りは相当怪しいと思いましたけど。自分9番9だと思います。今日4行きます。4番のプレイヤーが発言します。ああ、まさか2で黒落ちると思ってなかったけど、2黒でした。まあ村目線になったら、まあそうだよな。釣り切るっていう進行になるけど、まあこれはじゃあ、村の人たちの勝ち筋として聞いといてほしいかな、じゃあ。まず3が2世です。で、2が黒だったことから、狼ね、ラスールは、7、8、9、1の中にいます。7、8、9、1の視点で、3の強は透けてる、5の芯、ね。だからこそ5を噛めたんですよ。わかるかな？だから3番さんっていうのは強人ね。3番強人、2狼だから。7、8、9、1っていうのは占われたら負け角になっちゃうから、ね、5噛まざるを得なかったのよ、この状況か。わかるかな？ 2 で黒落ちてることから。2で黒落ちてることから、7、8、9、1っていうのは5噛まざるを得ない。で、1、5が俺に投票来てんだよね。どうなんだろうな。1、2、ロロ、3強人かな。最初に提出してたけど。まあ、俺釣られるのは村目線しょうがないことだけど。欲を言えば、俺に縄使うんじゃなくて、俺の芯決め打ってくれんだったら3に縄使って、グレーで2縄使ってもらいたいって感じだけど。まあ、俺釣りだろうね。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。まあ6、7番さん、6騎士だしね。決め打ってほしかったけどね。まあまあしょうがないね。村目線になったね。まあとりあえず2で黒落ちてるから、ね。下手したら次はもう3、2世だから絶対3いってね。
早ければもう3で終わると思ってるから。3、2、ローローで。うん。今日陣地はどこかわかんないけど、3、2、ローローで終わると思うよ、早ければ。だけど5神入ってるから、3はほぼ 89% 強靭かなと思ってるから、うん、頑張ってほしいかな村では、うん、まあ2狼だったんでね、はい、で1の4投票っていうのはまあまあ5は死んだからまあいいけど、1の4投票っていうのは消せないね。まあグレーで頑張ってね。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6、7番のプレイヤーが発言します。3番さん行きますけど、どうだろうな。だから3番さんは102世でしょ。死んだら噛まれてるから、どうだろう。でも4番さんのしっくり来たけどな。3番さんは 100% 偽っていうのは分かるけど、4番さんって一応、うん、芯もあると思うから、3、4で言ったら3から死んでほしかったけどな、っていうので3投票。でもなんか、そうだよな。そう言われたらそうなんだよな。5、3で比べた時に5が芯って分かるのは、2番さんっていうのはしっくり込んでもなかったけど、9番さんはこの村が負けるそうなんで、4、3、7で行くって言ってましたけど、まあ負けると思ってますよ。進路進路じゃなかったらね。って考えたら1なのかな？動画しいんですよ。3が2世でしょ。でも4が人外だった時どうなるんだ？ 4 も2世の。4が偽だったとき、8、9につながるかな。わかんない。4が偽だったときがわかんないよ。4強人の2進、5進の3、ロー。あ、3がローになるのか。あ、3からいきますね。8番のプレイヤーが発言します。はい。今日は間違いなく3から行きましょう。で、7番さんは村でそれを言ってるのかなっていうのがあって、4C の世界を追うんであれば、3番は強人だと思うと思うのね。単純に。4C の世界で、例えば、2、3ローローでそれをやってるんであれば、5噛まないですよね。うん、今日絶対3になるから。だから、そことかが、そうなったときに、2が、ロー起点で考えたときは、投票結果から考えると1番が濃厚かなって思ってます。初日に4を釣りに行っていることから。2、1は繋がると思ってる。2が狼の場合はね。で、3が狼の場合は、7なのかなって、ってやっぱ思っちゃうかな。だからやっぱり、17、初日に上げた17がラスール1かなって思っていて、ちょっとまだ1番さんの発言も聞いてないから、だけど、9番さんが狼で、2、3、4の狼はあり得ると思ってはいるんだが、9番さんが狼で、投票4、2、9番さんって2も4も言ってるもんね。だから、繋がり得るとしたら、ないと思う。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、3、7の順番でいきますね。まあ、7番が一番黒いと思うからなんだけど、
まあ、7番が村だったら、もうごめんなさいってことなんだけどさ。そもそも勝率も低い盤面になってるから。3行って7行きます。何にも変わんないですね。まあ、7番さんのその行く要素っていうのは、まあ、初週からちょっと気になってたけど、2週目で、9番の叩き方が4のランダム感がないってとこでおかしいって言ってたけど、何もおかしくないじゃん。何にも。偽やん、4番。それと、3番が 100% 偽っていう視点ですね。2、3、4全部釣り切って、グレーの4枚の勝負ってだけだから、3が 100% 偽とかそういうことじゃないから、5に紙が入ってるから、そこ釣り切って、4分の1の勝負するだけだから。100% はおかしい。3いきます。1番のプレイヤーが発言します。8番さんにまた同じ説明せんといかんわ。ほらすって言って、5番さん、俺なんか占う人せないよ、白しか出ないからって言って、ね、2-1 がローローだったとして、俺は、みんなが絶対にツルマンになってるのに、わざわざ、いや、2に真の可能性もあるよ、4が偽物の可能性もあるよって言って、4に投票し、実際におそらく真だろうと思われる、5も判別つかない中で、そうやってんのに2-1ローローって見んの、ただ、8番さんっていうのは、7級と比べると、ちょっと司令かなって見えんだよな。まあ、言うて3が真の可能性もあるしね、もうわからんわ。ただ、俺の中で、ちょっとこの人黒いんちゃうかなっていう人は、なんとなく感じてはいるんだけど、今日はもちろん3番さん行くって感じかな。以上かな。3番のプレイヤーが発言します。まあ、仕方ない。自分が黒を全然見つけられなかったのも悪いと思ってるから、自分釣りは飲むけど、多分8だと思うんだ。5-1 だったら、まあ5の締めがなんか高かったわけでしょ ?3-4-4に出てきたらどうたらこうたらを5自身が言ったから真という謎理論で、新目で取るのであれば、その3が疑ってたっていうか占いたかったのは1って言ってたんだよ。で、そうなると、5目線は占いが1に入るだろうと。で、そうすると5を噛まれると、ほぼほぼ1に占いが飛ぶから、で、5の新目がちょこちょこ高かったから1じゃねってなるんだから、そうなると明らかに、5-1 だったら、もうド M でもない限りやらないんだよ。ってなるとやっぱり否定されて、7級が白だから、もう8しかいないのね。別に8の黒要素とか何も拾ってないけど。5-8なんじゃない、まあ自分釣り飲むよ。明日8行ってください。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。7番さんもなんか自分が狼かみたいなところに帰着するまですっごい時間かかってたけど、4を死んでみて5を死んでみたら多分自分狼じゃないっすよ。だけど新郎も追ってたから新郎だったら5神はしないんで。だから、なんて言うんだろうな、7番さんすら黒く見られるわっていうのは正直思っちゃったからこそ頑張ってほしい。で、9番さんは無駄がねえからな、その1に進むらすか、9が狩人だと思ったわ、最初。で、1が対抗で出たら釣り殺すみたいな、そういうことをやりたいのかなと思ったら、そうでもないから、無駄がないなっていうのは、旗から見てて思った。かな。8だと思うんだ。だから明日8釣ってください。以上っす。夜が更けました。人狼に気をつけてください。
夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、まあ情報更新がないんで、まあ7いきますね。まあ無駄にないってことで別に反発する必要ないんだけど。占いを応援してくれっていうのを頼んで、なんで無駄にないんですか？わけがわかんない。で、これ4枚いるでしょ？共闘家釣られて勝敗がつくでしょ？村が白いことが大事なんでしょ？現状、僕は釣り地に上がってないんじゃないですか？割と。一番村りが高いっていう現実があるんだけど、3番3目線だってそうでしょ？この4枚の中で村が釣られないことが大事だって。いや、わかんないよ。この後みんな9が黒いから9行くって言い出したら、それは僕言ってることこっぱずかしいんだけどさ。村りって何すか？最後のグレーの争いになった時に、白が、村が白でいられること、票入らずに、白さが足りてることが村りでしょ？何を言ってんのかなと思って、3番は。占いに護衛寄せてくれと。占い護衛してくれって言って、で、占い Q が噛んだって言いたいんですか？ 7 いきます。以上。情報更新がないんで。よっぽど7が白くなって8が黒くなったら8いきますけど。特にこのままフラットで進行したら7いきます。1番のプレイヤーが発言します。だいぶ前から思ってたけど、9いきます。はい。俺は9です。なんかね、9番さんって7いきますとか、8いきますとか言って、俺の票回収してるように感じますね。はい。なおかつ9番さんって、俺の騎手をなんか出させ、なおかつ、自分がね、まだ騎手の可能性を残すならいいんだけど、飛躍すかししたんだよね。それって何の意味あんの？俺の騎手をすかすのまだ意味ある。なぜなら5番から占われるって確かにそれあるから。てか、そもそも聞かれなくたって、俺は5番に占うって言われたら、で、騎士だったら、騎士ですから、アホですね、他のところ占ってくださいって言うけどね。で、7っていうのは除外される。なぜならば、7っていうのは、なんだろ、4、3先するんだったら、絶対3から行った方がいい。俺は違うよ。俺はだって、2、4だったら、4から行った人間だから。まあ、それでも3行った方がいいけどね。けどなんかみんなが2を全部偽やって4が C みたいな感じだったから納得いかないと思って4行ったけど7の視点は正しい。それはそうなると8、9ってなるんだけど8ってのはなんかもうただのなんか間違ってる人のような気がしてたんだ。それと比べると9はやっぱり作為的、なんか俺の票回収してるような感じがする。俺9いいじゃん。7番のプレイヤーが発言します。どうだろうな。9番さんからはもういいかなって思ってます。どうせ自分に投票するんでしょ。7が白くなったらでも8番さんに行くんでしょ。1番さんっていう目線はないのね。どうだろうな。8番さんに関しては、自分と若干目線、視点が合うらしいんですけど、まあ、それがすり寄りに見えなくもないかなって思うぐらいかな。で3番さん、でもやっぱり4が死んじゃない？違うかな？で4の話がすっくりくるから、4進の3強の2ローの5進っていうのがすっくりくるんだよな、自分の中で。ちょっとロックかかったらダメだけど。で、3番さんが、ラストウルフが7と9の白を見えてて、ラストウルフが8だと思うんだって言ったんですけど、3番さん強陣で2ローやったとき、1のローが見えてるから8だと思うんだっていう発言でもなくもないから、1じゃないかなって思いますけどね。ただ9のローも捨てきれない。ただ、なんだろうな、9番さんがそれ白くなったとかじゃなくて、そういうムーブが自分は狼っぽくないなと思ったか、別にそんなに。ってだけぐらいかな。どうだろう。じゃあ、8を除外して、いつか9から言えようかな。いつか9、どっちにしようかな。でも、いつか9で、わからへん。いつか9どっちか言えます。8番のプレイヤーが発言します。
いや、マジで難しいなって思ってますよ。マジで難しい。1番さんは9に行くの？なんで？ 7 を白く見れる理由が全くもってわからないのと、7も、僕は7とは半分目線合うけど、半分7って、ちょっと違う目線があったから怪しいなって位置だった。で、狼をどこに置くかっていう視点で、僕は3狼だと思ってる。2狼って、置きづらいなって思ってて、イコール4が偽なのかなとも思うが、だそこがわかんないんだよね。どこに狼を置くかの起点がわからないから、すげえ迷ってます。2狼だったら1だと思っていて、3狼なら7だと思っているんだが、だから、1番からも7番からもその視点がなかったのと、9番からも結局7に行くしか聞こえてないから、わかんねえんだよな。どうしようかな。ああ、3狼だと思うから、俺は7に行きたいなと思ってるけど、1番さんが9に行くって言ってるけど、それ、どっちもさ、俺の白、表回収してるから、わかんねえんだよな。一番さ、7に行こうかな。7に行こうと思ってます。はい。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。はい、お疲れ様です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番、ゲーム終了、人狼陣営の勝利です。8か。いや、マジ申し訳ないです。いや、8だと思ってたんですけど。そうですよね。6番はそうだ。